本日は芸能界に彗星のごとく、登場しました謎の美男子として話題を独占中の芸能界の地味変ことゲンキングさんをお呼びしております。こんにちは、よろしくお願いします。ゲンキングです。よろしくお願いします。彗星のごとく登場されたということで、はい、今まさに絶賛あのブレイク中、はい、ということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いやいや、はい、変わったとかいろいろありますか？いや、もうあの3月1日からあのテレビに出始めたんですけど、まあ、そこからもすごくあの街に出てもあの声かけられたりだとか、まあ、やっぱ一番変わったのがやっぱりその SNS の, あの反響ってやっぱすごいなと思って、はい、本当1日でも8000人ぐらい増えたりとか、うん、もう本当1ヶ月でもあの10万人近く変わったりとか、もうすごくあの変化があって、はい、であの仕事とか もう全くあの今までとは変わって、まあ、環境が本当にあの大きく変わった1ヶ月だったなっていう、はい、本当にカミングアウトを初めて して、まあ、とにかくあのなんでもっと早く言わなかったんだろうなって思うぐらい周りの反響がすごくあの優しくて、ところも結局すごくあの勇気出してよかったなって、うん、映画の中でもなんかその黒人とか白人とか、なんかそこのなんか人種差別じゃないけど、その黒人白人問題と、そのやっぱりあのお姉とそのまあノーマルの人っていう関係ってなんかちょっとやっぱ似てる部分がやっぱあるなって僕はちょっと思ってて、でもやっぱりそこをなんか恥じることなくなんかやっていくことによって、なんかまあもっとあの逆にプラスに力が傾いたりとか、やっぱなんかその映画を見ててもなんかやっぱ芯がある人ってやっぱかっこいいなって思いました。うん、我が道を行くタイプ、ね、はい。我が道を行くタイプ。そういう男性いかがですか？はい、もう我が道行くタイプがいいなみたいな。人に気を使う、装飾系男子とかはあまりお好きではない。はい、ちょっとオラオラ感がな。あ、オラオラ。はい。肉体的にはやっぱ肉感があった方がいい。うん、だからそれこそもうそのジミータン、ジミータンのなんか。格好も体型も性格もすごくあの今なかなかいないタイプだなって見てて思って、なんかいいなって。本作ではジミの恋模様っていうところもね、忠実に描かれているんですけども、はいはい、ゲンキングさんご自身恋をするとどうなって、いやもう恋をするとヤバタンですね。ヤバタン、はい、もう周りが見えなくなっちゃうタイプなんですけど、好きになっちゃうと好き好きってなるんだけどなかなか言えないっていうか、うん、今お付き合いされている方とはどういった、いやもう実はもうやーよ終わっちゃったんですよね。え、あ、そうなんですか。はい、あら、そうなんです。やーよ、まああんまり深くあれ、はい、やーよな結末で、あ、はい、そうなんですね。新しい恋とかあるんですか？新しい恋ですか、うん、恋したいですよね。したいですよね。はい、うん、ないんですね。ないんですか。はい、 LINE でなんかメールしてて、うん、なんかいつもだったらここでもっと来るのに来ないとか、はいはいはい、もうそういう時も最近引いちゃいますね。ああ、もうガツガツ来てくれないとダメってことだ。そう、ここはぜひ見てほしいっていうところありますかね。やっぱりキャットファイト。キャットファイト、やーよ女たちのやーよファイト、はい、ワインをぶっかけたりとか、うん、はい、もうその気持ちすごいわかるみたいな、はい、ぶっかけたい方ですかね。いや、はい、ぶっかけたいと思ってもかけれないんで、うん、逆になんかかけられたいかも。ぶっかけられたい、そうです、はい、ぶっかけてんで、はいはい、いただきました、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ゲンキングさんでした。どうもありがとうございました。